こんにちは、西山よしこです。このチャンネルでは和声がわかるとどんなことに役立つかということをお伝えしています。今日は今の季節にぴったりの琵琶という曲を紹介したいと思います。この曲本当にね、こう優しくて穏やかでね、大好きなんですよ私で、子供たちにもね毎年この時期歌わせてるんですけども、お母様たちもね、ほとんどの方が知らないんですよ。でこんないい歌歌い継がなきゃもったいないと思って、なので、ここでもちょっとご紹介したいなと思いました。作詞は窓道夫、作曲が磯部俊さんなんですね。で、先に詩を紹介しますね。琵琶は優しい木の実だから抱っこし合って熟れている。薄い虹あるロバさんのお耳みたいな葉の影に。2番が、琵琶は静かな木の実だからお日にぬるんで熟れている。ママといただくヤギさんのお乳よりかもまだ甘く。でこういうね、優しいでしょ、ね、それで抱っこし合って熟れているって、琵琶って必ず2つずつこうねペアになってなってますよね。でそれを抱っこし合ってっていう表現するところとか、そして葉っぱがねロバさんのお耳だっていうね、なんかそういうイマジネーションがやっぱり詩人って本当素晴らしいですよね、はい、なので、ぜひ子どもたちにも大人の皆さんにも、知ってほしいなと思います、はい、では、メロディーだけ、歌は歌いません、はい、メロディー言ってみたいと思います。ついてるんです。なので、ちょっと、順番に言っていきたいと思います。まず最初は、一度です。 E フラットで、ここで4度 A フラットですね。でここで、1拍目の裏で A ディミニッシュというのを使われてます。でこれは、次に来る、5度の5度から見た7の7の和音ということですね。そして次が、C マイナーに行きます。つまり6度、義手指になってるんですね。で C マイナーから、バスがドシシャナチュルって、動いていくということは、ここ C マイナーメジャーセブンなんですよね。そして E フラット1度に入っていく。で次が A フラット、で3拍目で F7、つまりドッペルドミナント5度上の属7に行き、そして、属7ですね。 B フラット7、そして E フラット1度で、次1拍目の裏で、E フラットから E フラットディミニッシュ7に行き、また E フラットに戻る、はい、だからこういうところももう本当に E フラットだけでも全然変じゃないんですけども、ここですごくおしゃれになりますよね。ずっと E フラットよりも、たった8分符1個ですけども、こういうところがねとてもいいなと思います。で次は A フラット4度ですね。で属7に行くと、そして次です。ここが頭だけだと、一瞬 A ディミニッシュ7なんですけども、次で歯が出てくるんで、ここ
こはまあ最初から F7 でいいかな、つまり、属し、ドペルドミナントですね。そしてここです。5度から、D7 で次が G マイナーですね。つまり、3度上の属七から3度に行ってるということですね。5度で3度上の属七、3度と、はい、進み次です。これが何度もハッとするね、あの素敵なおしゃれな和音ですよね。でこれは、ドイツの6という変化和音と言われる和音を使ってます。だからここね、A フラット4度でも全然大丈夫なんですよ。つまり、その前からいきましょうか。ただの4度 A フラットを使うとこうなるんですね。だけどここでっていうね、あのなんかすごくハッとして、って感じしますよね、はい。でこれ、ドイツの6っていう変化和音ですけど、まあ、だからコードネームにしたら、C フラット7としか書けないんですね。でどうやってできてる和音かと言いますと、ヨド A フラット、ヨドですね、ラドミで、それに、セボンスもつけちゃうんですね。ラドミソで、それを1回あの展開します。でドミソロ一番下になった第3音が半音下がります。そして一番上になってるこのラが半音上がります。下降変質と上降変質って言いますけども、はい、それでそうするとこういう音になるんですね。元はというと、これがこの一番下と一番上がそれぞれ下がって上がって広がるわけですね。そしてなのでこれは C フラットと7なんですけども、でも C フラット7だと C で、あのドミソ C のダブルフラットになってしまうんですけども、でもこれは本当はダブルフラットじゃなくて ラのナチュラルじゃなきゃいけない音なんですけど、コードネームではもうそういう風にはちょっと書けないので、もうしょうがないから C フラット7って書いちゃってますけど、実は、C のダブルフラットじゃなくてラのナチュラルだっていうこともね、あのちゃんと分かっててほしいなと思います。はい、で、最後はまあ属七一度ってあの普通に終わっていくんですけども、はい、いかがでしょうか。すごく素敵でしょ。あの私大好きなので、はい、皆さんにもぜひ歌ってほしいなと思いまして、はい、今日は、ちょっとカバレスキーはお休みして、このビワをお伝えしました。はい、というわけで今日はこの辺で失礼します。また次回お楽しみにお待ちください。ありがとうございました。あのよろしかったらチャンネル登録とか、あの高評価いいねをぜひお願いします。では失礼します。さよなら。